丈夫か、おっさん。いって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 。仕事中なんだが、どうやら最近腱鞘炎み…おいおい、無理すんなよ。そんなに…バイトを雇ったんだが、ドタキャンされてしまってね。休むわけにもいかないんだ。おおおいおい、相当ヤバそうじゃねえか。あれだったら救急車呼ぶか。いや、数取り機さえ押さなければ何ともないから、それは結構だ。しかし代わりのバイトもなかなか見つからないし、近頃の若者は交通量調査のような地味なアルバイトやりたがらないからな。交通量調査、なんだそれ。何、君は交通量調査を知らないのかね。聞いたこともねえな。調査っていうからには難しいのか。何、簡単さ。交通量調査はね、道行く人や横切る車を数える仕事なんだ。へえ。で、どうやって数えんだ。交差点の脇に座って、そこを通るものをこれでカウントするんだよ。どういうことだ。例えば、車を数えるとするだろう。いったい。おい、大丈夫かよ。なんとか。こんな感じで車が通ったらカチッとこれを一回押すんだよ。わかったかい。おう、要は何かが通ったらそれを押せ。その通り。じゃあルールがわかったところで。さ、おいおい、ルールは覚えたけどよ、まだやるなんて一言も言ってない。そんなカウントしたくて仕方ないのに痛みのせ。頼むよ、生かしたパーマ君。座りながらできるし時給も高いよ。仕方ね、やってみるか。本当かい。いや、春日一番だ。春日くんか、いい名前だね。私は未知の調べ。30年、そいつは相当な。まあね、カウントさせたら右に出る者はいない。おっさん、そんなにすげえのか。今となってはこんな手だけどね。でもよ、そんなに広い腱鞘炎になるってことは。いや、力がいる仕事ではないよ。ただこの辺は交通量が多くてね、せわしなくカチカチしなくちゃならないんだよ。でも春日君は見たところ。へえ。じゃあとにかくひたすらカウントすればいいってことだ。ああそうさ。この数取り機をひたすら押す地道な作業が道路の計画や建設に役立つ。たまに座ってカチカチやってるやつらはそのための交通量調査員だったってわけだな。そうとも。あれは車の種類やどんな人が通ったかをカウントしているんだよ。調査員が集めたデータをいろんな企業や団体が利用して街がどんどん発展していくんだ。へえ、初めて知ったぜ。では早速練習してもらおうと思うんだが、準備はいいかね。ああ、いつでもいいぜ。頼もしいね。じゃあ初めはお手並み拝見ということで、15秒間で通り過ぎる男の数が。おお。なるほど。マジか。なあ。
ありがとう。ありがとう。ありがとう春日君、完璧だね。それにしてもずいぶん賑やかで指が使う。この辺りは昔からいろんな人が行き交うからね、数えるのは大変だがなかなか面白いだろう。今までは気にしたことなかったけど、よく見ると面白い街だよな。それにしても春日君、驚いたよ。まさかこんなに早く成長するとは。ミスター交通量調査の教え方がうまかったありがたいね。どうやら私の目は確かだったようだ。春日君がいれば安心して引退できるな。何言ってんだよ道野のおっさん、まだまだ現役だろ。それがね、私の腕はただの腱鞘炎じゃないようなんだ。え、どういうことだよ。痛みと腫れだけじゃなくてね、しびれも取れなくて、もう数取り機を使うのはやめろとお医者さんから止められてしまったんだ。そんな。何、心配はいらないよ。これからは現場リーダーとして下の世代に仕事を教えていきたいんだ。春日君、交通量調査をやってみてどう思ったかね。え、それはまあ地味なのに意外と難しくて、気づいたらムキになっちまってたかな。そうだろう。地味で地道な仕事なんだよ。でも毎日こうやってカツ取り機を押すことで少しずつ景観が変わっていくのを見ると胸が熱くなるんだ。だからこれからは自分が楽しんだ分、後継者にこの面白みを伝えられたらいいなと思ってるんだよ。じゃあ俺がその第一号ってわけか。そういうことになるね。私が困っている時に助けてくれて春日君には本当に感謝してるよ。こっちこそいいバイトさせてもらったぜ。後継者って言われるには荷が重すぎるけどよ。そうだ春日君、
これを。それは私の意思を継ぐ者に渡そうと思っていた私のお古なんだ。意思を継ぐ？何？重く捉えなくてもいいさ。春日君は生徒第一号ってことで、その記念品だよ。そうなのか。じゃあ遠慮なく受け取っとくぜ。もし私が若者の監修ができなくなったら、その時は仕事を引き継いでもらうかもしれないけどね。え？おっと、急用を思い出した。おい待てよ、おっさん。この仕事を継ぐ気はねえぞ。ん？なんだって？それじゃバイビー。行っちまった。ったく、なんだってんだよ。だが交通量調査員、なかなか深い仕事だぜ。こういう地味な仕事がこの街を支えてるのかもな。